ラック競技は女子 400m 競走決勝です。この種目の大会記録は57秒67、香川県記録は53秒74です。それでは選手の紹介を行います。第1レーン、坂出商業高校、岡崎美咲さん。第2レーン、丸亀高校、坂倉はじめさん。第3レーン、日本学香川西高校、真田美優さん。第4レーンを受けます。第5レーン、丸亀城西高校、松永理子さん。第6レーン、四国学院大学、小原桃子さん。第7レーン、高瀬高校、石川奈々さん。第8レーン、日本学香川西高校、平井花さん。以上7名でスタートです。大山、女子 400m 競走決勝スタートです。予選を一番いい記録で通過したのが大学連を走る四国学院大学の小原桃子さんです。大学連は小原さん。ただいまの一着は大学連小原桃子さん、四国学院大学1分0秒06。2着第3レーン真田美さん、四学香川西高校1分1秒38。3着第8レーン平井花さん、四学香川西高校1分4秒28。同じく3着第8レーン平井花さん、四学香川西高校1分4秒28。5着第5レーン松永理子さん、丸亀城西高校1分6秒10。6着第2レーン佐倉直美さん、丸亀高校1分6秒63。7着第1レーン岡崎美咲さん、坂出商業高校1分6秒71。